山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢大学附属病院緩和ケアセンター長山田圭介さんにお話を伺いました。山田さんは金沢市小正町で生まれ、母方の家は代々薬局をしていました。父方は代々医師で、山田圭介さんで4代目になります。山田さんのお父さんは石川県立中央病院の元院長。安心して亡くなっていくことができる病院にしたいと言っていたのが心に残っています。山田さんは命を守り、亡くなっていくのを見守る医師になろうと思い、医学部に進みました。医学を学びながら、教授の人柄や姿勢に魅力を感じて麻酔科を選びました。麻酔科は手術の時の安全確保、集中治療室での応急処置、救急医療、意識を保ちながら痛みを和らげることなどをしています。他の医師と相談し、協力しながら治療をしていきます。麻酔科で患者さんと向き合って10年、人の最期を見届けるたびに、自分には何ができるのだろうかと自問自答していました。がん患者さんは命と向き合って頑張っており、これが一番という答えはなかなかありません。がんの治療は患者さんだけでなく、その家族も緩和することがとても大切だと思っていた時、出会ったのががん哲学でした。がんの研究だけでなく、哲学的に取り組みを広めようとしていた順天堂大学の日野教授との出会いです。金沢赤十字病院の今は亡き西村先生とも何度も語り合いました。そして2012年に金沢大学附属病院でがん哲学外来を始めました。一人で悩み、どうしてよいかわからないでいる患者さんや家族の心のケアを始めました。がんを乗り越えて頑張ろうと思うきっかけになればと思っています。病はその病気になった人にしか分かりません。一歩前に出て、がん哲学の講演会に参加してみませんか。お話を聞いて心がほぐれたら、お茶を飲みながら一緒にお話しする。2月11日金沢市文化ホール3階大会議室で、山田先生が生と死を考えるお話をされます。入場は無料で、どなたでも参加できます。まずはお話を聞いてみませんか。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。